馬の神山とは、青森県五所川原市と青森市の境界にある標高549.2メートルの山である。登山は中山山脈の一部を成している。青森県立本樹少年自然の家付近より山頂を撮影山頂には、青森県をエリアとする全テレビ局共同仕様のデジタルテレビ放送並びに青森テレビ、 青森朝日放送のアナログテレビ放送及び FM、青森の親局や、警察庁などの業務無線の中継局が置かれている。送信処置局住所 ABC、テレビと呼ぶには、面白すぎる、の TV、4年長で、サービス終了は IT メディア2016年6月30日2019年9月14日、閲覧ワンセグ機種によっては、G ガイドと表示するものがある。 出展、ATV30 年の歩み276ページ、資料編21中継局一覧、ハット ABC、青森テレビ30年の歩み66ページ、放送機器の更新が進む、同志302ページ、年表1986から1987年、より。申請の会を、総務省東北総合通信局申請の司会を、 総務省東北総合通信局東北発、地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許からいよいよ12月放送開始、総務省東北総合通信局,市長局、信局地上デジタルテレビジョン放送局に免許状交付総務省東北総合通信局、地上デジタルテレビジョン放送局に免許状交付総務省東北総合通信局青森、秋田送信省の無線局予備免許を取得、 ジャパンモバイルキャスティング2013年7月29日、プレスリリース青森送信所の試験電波発射、ジャパンモバイルキャスティング2013年8月22日、プレスリリース。ジャパンモバイルキャスティング青森中継局、無線局免許上情報。総務省電波利用ホームページ青森送信所が、開局。ジャパンモバイルキャスティング2013年10月11日、 プレスリリーススマホ向け放送の TV2016 年6月末で終了ヤフーニュースなお市東部の浅虫地区とくぐり坂地区にはデジタル中継局が置かれたなお青森送信所からの受信障害解消のため2011年4月に志浦脇本地区にキャップフィラー方式の中継局が開局したありがとうございます